第3普通科連隊名寄駐屯地創立60周年記念行事における市中パレードにて、第3普通科連隊は、北海道名寄市の名寄駐屯地に駐屯する陸上自衛隊第2師団霊下の普通科連隊である。警備担任区域は、名寄ろ市、稚内市、市別市、豊富町、浜頓別町、中頓別町、歌登町、江差市町、美深町、 風連町、下川町,町、利尻町、利尻富士町、礼文町、中川町、猿ツ村、乙いねップ村主に訓練は、イ野ロ演習場や鬼市別演習場で実施する。イラク復興支援軍の第一陣でもあった。第三普通化連隊長が、内野路駐屯地指令を兼務する。第三連隊第三、普通化連隊装甲車化連隊に改編。 87式対戦車誘導弾配備。第2対戦車隊の廃止により、対戦車中隊を進展。60式地層 81mm 迫撃砲。60式地層 107mm 迫撃砲を 81mm 迫撃砲。L16、120mm 迫撃砲 r t に完走。対戦車中隊を廃止。第4中隊特定中隊解除。 1> 第1中隊のみ総輪走行者か。第2中隊、第3中隊、第4中隊は96式総輪走行車を高機動車へ更新。防衛省人事発令。2015年8月4日閲覧。ありがとうございます。